そこでライブをやったところ、やはりですね、人が8000人ぐらいしかいないんですが、みんなおそらくどっか出かけてらしたらしく、ライブ会場にもあんまり人がいらっしゃらなくてですね、その感じで、でも本当はその場でデジタル掛け軸と一緒に演奏ができるっていうの話もあったんですけども、その日はちょっとできなくて、今日は初めて、一緒に演奏ができて大変嬉しく思っております。Oh,
関して皆さんにどの程度自分の声がこう聞こえてたのかっていうのは僕には大変不安なんですけど、ふーって聞こえてました、ちゃんと大丈夫ですかね。ありがとうございます。お寺への奉納もだということで、それでも楽しい時間を過ごさせていただきましたけども、皆さんにも楽しい、僕のこの勝手が楽しい感じが伝わったかどうかは不安なんですけれども、結局あの適切な高さの椅子は見つからなかったということでですね、それでは最後の曲に行きたいと思います。下もあと同じぐらいの時間から出てくるはずです。何か特に問題がなければ。それまでには椅子をどうにか用意します。山作戦という名前だけ覚えていただいて、山作戦で検索していただくと、ゲームのなんか話がちょっと別に出てきますけど、大体僕に当たると思いますので、よろしくお願いします。